こんにちは。今日は iPhone を簡単に早く充電する方法ですね。これを調べたんでシェアします。最近ポケモン GO というのをですね、ちょっとダウンロードしてみたら、結構面白くて、娘と2人でやってます。で、当然ね、電池が早く減るんで、電気をね、どうやって充電するかちょっと調べてみたら、なんと簡単にですね、早く充電できる方法があったんで、そうなんだと。これ、単純です。給食充電のね、ケーブルとか機械とか売ってますけど、そういうののね、効果とか弊害はまだ調べてないんですけど、何よりもこれ、もともとの Apple の純正の iPad 用のアダプタとケーブルを使って充電すると。ね、iPhone じゃなくて iPad 用のアダプタとケーブルを使うと、普段の半分で充電できます。これね、ストップウォッチ使って計測した人がブログを書いてて、なるほどそうなんだと思ったんですけど、Apple、iPad はこの大きな、ね、アダプター、iPhone はこのちっちゃいアダプターです。これ、それぞれ 12W と 5W なんですね。で、ケーブルの方も太さが若干違うと。で、Amazon では安い汎用品も売ってますけど、このね、電気関係の部品っていうのはちょっと品質検査ちゃんとしてない製品はね、危険なんで、高いけど純正を買うことをお勧めします。ちなみにこちらね、2200円で Amazon に売ってます。2200円だったらね、純正品が2200円税別なんで、本物の可能性が高いと。ただ質問をしてですね、これ Apple 純正ですかと、違かったら返品しますけどってので、質問してから買った方が無難ですね。で、近くに Apple ストアがあれば、Apple ストアで買うのが一番間違いないです。で、ケーブルもね、iPhone と iPad はちょっと太さが違います。純正比は2800円。で、これ新品で480円超えて、どう考えてもね、本物じゃないです。純正比だとこういうセット内容になっていて、ちなみに、定価は2800円というふうになってます。USB-C ライトニングケーブルというのが iPad 用。で、USB ライトニングケーブルというのが iPhone 用というふうにね、分かれてるんですね。これ、それぞれ、太さが微妙に違います。両方ね、持ってる方、比べてみると分かりますけど、自宅にね、iPad 用の、アダプタとケーブルがあれば、そっちを使って充電すると。で、外でね、充電持ち歩くときも、iPad 用の充電器とね、ケーブルを持ち歩くというふうにすれば、iPhone 用のケーブルとアダプタを使う半分の時間で充電できます。ご参考にしてください。